ジャンプボールは少しもつれましたが宇都宮取ってを比江島に長谷川が激しくいっています。スコットのハイピックを使ってスリーフェイク、イカルがスリーどうか、来た、比江島選手落ち着いてましたね。きちんと引きつけていいシュートを演出しましたね。はい、比江島選手ショットコンテストには行ってるんですけどね、はい、よく長谷川選手決めましたね。ここはスコット中で空きました。ブレックスよくボール回ってると思います。マジーカス最初のスリーどうでしょう。遠目から練習ではかなりよく入っていたんですが、エンドからタッチダウンパス、フォトゥに行った、はい、よく通りましたね。もうあのタイミングじゃなければ通らないという、まあ、このゲームきちっとこうシュートを決めきる選手として警戒しなければいけないですね。比江島からスコットをバックで決めていきました。シーズン終盤に向けて調子を上げている印象ですね。先週土曜日は10得点でした。北川早速3は行かない。遠藤の後ろからイカルガ、いいですね、イカルガ選手。タイムアウトです。それではこの時間は日本のまず宇都宮がボールよく回ってる印象がするんですが、はい、そうですね、違った形です。ゾーンをしますね、2-3のゾーン、2-3ですか、ね、おっと来ましたね。北川が手をかけた。そして北川ミドルショット来ましたね。マジーカスが竹内の前に入っていますが、荒井ヘルプに行った。ここでファウルがあります。アギラールの方のファウルか。落ち合っちゃうんですね。でもオープンのスリーポイントショットを決める力もありますからね。テーブス3どうでしょうか。大きた、あのいいですね。数年前フォトゥのハイキックから2面ゲームになるか。フォトゥもう一回比江島に手渡し、前ヒースの壁ですが、またフェイクを言ってフォトゥのフックショット漏れた。竹内オフェンスリバウンド、ファーだった、バスケットカウント。竹内のオフェンスリバウンドでした。素晴らしいオフェンスリバウンドでしたね。比江島選手もよく状況判断できてますね。テーブスを篠山を追います。もう一回フォトゥのピックから前アギラルの壁、あ、ヒースの壁ですが決めてきました。テーブスから外、アラヤが空いている。うわー、川崎タイムアウトです。これはもうこらえきれません。一ついい形で点を取った後にすぐこれというのは、そうですね、川崎としてはせっかく掴み、スコットのピックから外に出して比江島、ここに増田が食いつきます。2秒1秒、打てるか。テーブスギリギリ来た、よく我慢して打ってきました。リバウンドのところは北川拾います。でもう1回う、ね、アイロー、フォトゥー、ダックインのところですよね。もう1回イカルガ、スコット、北川動きながらスコット、いいね、いいオフェンスの流れですね。ふわっと浮かせてフォトゥー、楽なバスケットになりました。からラストショットが川崎になります。フォトゥー、おー、ね、遠藤出てきて今スコットとファジーカスになってるんですが、比江島空いたコーナー、水道でしょう。リバウンド、フォトゥー手が長い、はい、いいリバウンドでしたね。まあ、得点が取れていないというところが大きいと思うんですが、はい、いいフォローでしたね。ゴリゴリっていう展開続きましたね。そうですね、まあ、フォトゥー選手が完全に決めきるシュートのタイミングですからね。リングに当たっていません。24秒オーバータイムですが、宇都宮ボール持ってますので続きます。ファジーカス落ち着けて、おー、イカルが手をかける。イカルが、このディフレッションからのベースボール、はい、素晴らしかったですね。アギラールから始めて篠山、ヒースのピック、テーブスついていく、前田トップの位置にいますよ。おっと、これはファウルなしです。よくつなぎましたね。前はアギラールがいます。そしてテーブス、
遠藤、よく決めた、ね、アタックで2点を選びました。前田右のコーナーに行きます。藤井、ここスペースあります。ブロックしたスコット、セーブしたらスコット、ホッド合わせる、川崎タイムアウトです。オフィシャルタイムアウトの前に川崎が2回目のタイムアウトをかけました。ローローというプレーですね。ローポストからゴール下低いところへのパスですね。はい、コートレ選手が自分がミスマッチが起きていて高さに入りがあるというのをよく判断しましたね。両チーム同じ条件にしたいですよね。比江島ショートコーナーです。川崎のディフェンスの強度もかなり高くなっています。7秒6秒、おお、食いつく食いつく、前田、そしてスコット、いいですね、大きな得点ですね。ジャニング、ジャニングアタックに切り替える、ワンハンドフローター、リバウンド取ってジャニングブロックした、スコット、よく守りましたね。これで試合終了ですね。68対64、宇都宮ブレックス勝ちました。絶対に落とせないチーム同士の戦い、最後は僅差になりました。網野さん、いかがでしたか。はい、素晴らしい宇都宮のディフェンスでしたね。